ジェラルド・エストリンはアメリカ合衆国の計算機科学者であり、カリフォルニア大学ロサンゼルス校計算機科学部の教授である。彼は並列計算におけるコンピュータシステムの組織化やサラの研究で知られている。エストリンは1921年にニューヨークで生まれた。入学したニューヨーク私立大学シティカレッジで1941年にテルマ・オースターンと出会い。 二人は結婚した。ジェラルドが20歳、テルマが17歳の時だった。第二次世界大戦中は陸軍に入隊した。戦後、テルマとジェラルドは共に、ウィスコンシン大学マディソン校に入学し、そこで、電気工学の学位を取得した。ジェラルドは1948年に学士号、1949年に修士号。 1951年に博士号を取得した。1950年にプリンストン高等研究所のジョン・フォン・ノイマンの研究グループの研究員となった。1953年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校での教員の職を得て、二人はロサンゼルスに移った。テルマはロサンゼルスバレーカレッジの教員となった。1954年、ノイマンのつてで、 イスラエルのワイツマン科学研究所からワイザクプロジェクトの指揮を取るために招聘され、妻と共にイスラエルに渡った。1955年に帰国し、UCLA に復帰した。1960年からはテルマも UCLA の教員となり、1980年に計算機科学部の教授になった。ジェラルドは1991年に退職し、名誉教授となった。 1950年代後半にエストリンは最高性可能コンピューティングの概念を思いついた。これは蓄積処理ユニットに加えて特殊なハードウェアモジュールの可変構成を使用することにより計算プロセスを加速化するものである。このアイデアはザ・フィックスとプラスベリアブルストラクチャーコンピューターとして実現した。ジェラルドは IEE、e、フェロー、グッケンハイムフェローであり、 ワイツマン科学研究所の理事会のメンバーである。彼には3人の娘がいる。マーゴ・エストリンは医師、デボラ・エストリンは計算機科学者、ジュディス・エストリンは企業幹部である。ありがとうございます。